大鳥先生自体実は受験生の時どうだったのかって、特殊の先輩が窓割りに塗るよって言われて、まあ、じゃあ和席はなんてとんでもない、いやいやもうそんなの最短最速最高率だ。何だったかっていうと勉強法の方を言うんです。なんでそこに対して人間関係って洋服に浪人ですよね。その演出はそういうのとはマジ可愛くて、環境をより良いところを求めに探しに行った。さて始まりました、もちちゃんです。さあ今回ですね、超久しぶりなんですよ実は。おわ鳥先生に見ていただきました。ウィーン出たこのノリもうあぜ道4も当時知らなくてあぜ道4懐かしい、知らなくて牛島君見た時これかどこあぜ道できそうですね。モーセモーセやばいなんか、はい、今大人気でびっくりしました。もう YouTube ショート見れば細井先生、マジっすか。もうバンバン今日も出てて、いやけど本当路上で話しかけられるんで、あやっぱりもう普通に話しかけられますね。すごいよ、もう TikTok でもバンバン細井先生出てくるんで。なんでなんですかね、それっぽい名言が多いからなんですか、ね、そうそうです、やっぱ短いのでバーンとこう、あ切りやすいのかな、もう一撃で仕留めるフレーズが多いんでまあ折り鉄は話長いですからね。いやいや 俺はもう顔で全部大体ね発言にほとんど内容がないから切り抜けないっていうね。そうそうそう、そういう作戦だったの、ね、切り抜かせない、切り抜かせない内容がない内容がない、ちょっとそんなこと言わないでしょ、そこは山火さんのポジションだからなるほどね、はいはい、さあそんな細井先生なんですが、はい、まあいろいろね細井先生の名言とか出てくるんですけど、はい、細井先生自体実は受験生の時どうだったのかってあまり謎のままで。そうですね、まあ別にそんな方のことでもないですけどいやいや、それ知りたい人もいるんじゃないかなと思って、はい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 、でまあ動画渋幕時代の話をねしたんですけど、はい、素晴らしい千葉の驚愕です。そこでまあちょっとねやんちゃがすごかったっていう、まあそうですね、けどまあ巷でいうガチなヤンキーとかに比べたら全然可愛いと思うんですけどね、はい、23時とかで警察に怒られるじゃないですか、はいはい、未成年でゲーセンとかいると、うん、だからそういうのによく怒られたりとか、はい、まあうろついて小競り合いというかね、はいはい、地元中学と喧嘩したりとか、ね、そんなことはしてましたけどね。窓割ったりとか、ね、あ窓、そう、あの極真の先輩が窓割りに行くぞ龍って言われてまさか空手のイメージを当然押すって押すって極真カードはね、はい押すしか返事がない。なるほど、はい、でそう窓割りに行ったりとか、あの時ですごいコメントでね、そんなのヤンキーじゃねみたいな、ヤンキーマウントがめっちゃ来てたありましたね、どんなマウントだよって思うじゃあ何割ってんだお前らみたいなね本当のヤンキーはそんなんじゃねえからとか、どんだけヤンキーの視聴者多いんだびっくりと思ったんですけど、はいはいはい、まあそっからどう勉強本腰入れたんですか。そうですね、やっぱり中学も当たり前ですけど進学校なんで、うん、高2ぐらいからかな、うん、高2ぐらいからちょっとね目の色変わってくるんですよ、うん、周りが。それまではもうおちゃらけてるやつもたくさんいて、うん、まあそういうやつだとみんなワイワイ遊んだりとかゲーセン行ったりとか、うん、部活やったやつは部活やってみたいな感じですけど、高2ぐらいから分離分かれてっていうところらへんから受験感出てくるんですよね、はいはいはい、で当たり前ですけど共学なんで男子からしたら普通に女の子いるからモテたいわけですよ、うん、そうですね。でやっぱりまあ低学年のうちってスポーツできるとか、うん、まああと普通おもろいとか、はいはい、あとはまあ目立ってるとかっていうのが当時のこの中二病心を満たす、はいはい、まあ、アイデンティティなんですよね。高2ぐらいからなってくると、まあ、勉強ができるっていうアイデンティティが強くなってくるんですよ、うん、だんだんね。だからそうなってくるとやっぱもう目立ちたがり屋の僕ですから、うん、おやべえなこれちょっと島変わってんじゃねえかと。おーへー、そう、あこれ何トレンド取りに行かなきゃいけないんじゃないのみたいないやもうちょっと今から TikTok 始めるみたいなノリで勉強始めなきゃいけないなみたいになるわけですよ、で高2ぐらいから勉強始めるんですけど、まあ、私それまで本当勉強したいんで、はい、数学では解の公式すら怪しいみたいなレベルなんですね、2年生で。じゃあ和席はなんてとんでもない、いやいやもうそんなの僕聞かれたらまず和席って何ですかっていうところから始まるそうですね、本当ね悪いことすなっていう気持ちでいっぱいなんですよね心からね今年東工大でだから細井先生のおかげで瞬時にロケましたってコメントきました東工大出たんですか。東工大第5問に、はい、和席席ってどっちだったか忘れちゃいました、出ました。マジっすか、はい、じゃあ出題者見てたってことですかこれ出さなきゃみたいな大悟もう入れ替えだよみたいなすごいっすね、出題者を見てるチャンネルなんでねはいはいはい、そうで、だから全然そんな人に自慢できるような高校生活をしてるわけじゃなくて、まあ、後追いだったんですよね、うんうんうん、で、まあ、後追いですけど、後追いだったらっていう戦略でいかなきゃいけないんで、僕、塾生にはよく言ってるんですけど、うん、最短、最速、最高率と。おー、なるほど。いわゆるラフして成績伸ばすにはどうしたらいいかを、まあ、ひたすら考えるわけですよ。なるほど。
で、まあ、まず最初やったことがとりあえず勉強じゃないなって思ったんですよね。で何やったかというと、うん、勉強法の本を読んで、おお、そうだったんですね。そうです。だから最初に、おお、これやべえわと、何にもわからん、科目も多すぎるし、勉強内容も今何やってるのかもよくわかんないと、おこれやべえなと思ったんで、まず外力を掴もうと思って、うん、東大理さんっていう本があるんですね。はいはいはい、2000何2000何っていうの、あれがね5年分ぐらい買えたんですよ、本屋行ったら、うんうん、でそれをとりあえずまず読み漁るとこから始めるっていう。あれを買ってたんですね。そうなんです。修学なんで医学部か東大かって話になるんで、はい、まあとりあえず目指すのは東大医学部っていう、まあ安直で、ね、とても頭のいい、まあ、選択になるわけですね。足して2で割らないっていう。なるほどね。そうですね、2で割れないんですよね、頭悪すぎて。なのでまあ東大理さんじゃんってなるわけですよね、うん、だからそうすると、まあ、理さん受かってるやつ何やってるんだろうってなるんで、まあ、バーって読んで、まあ、ピピピピって何をやってるかって共通してるんですね、みんなね。ほいほい。でまあその中で一番多かったのが、まあ、鉄力会ってやつと、うん、当時エナって塾があったんですよ、はいはいはい、そのお茶の水にある奥田先生っていう数学の神様がいたんですね、うんうん、はいはい、でその先生のところに行ってる人が非常に多かったんですね、うん、鉄力会は後から入れないんで、あ、なるほど、あ、これはエナに行こうと、うん、エナに行ってみようみたいな感じで、うん、何にもできないんだけど、とりあえず親に行って、うん、この塾がさ、みたいに理さん行けるらしいんだよねみたいな感じで、でもう、まあ、じゃあ行ってみなさいみたいな感じで、うん、お茶の水こう行って、で一番下のクラスには入れたんですね、はいはい、一番下って全然あれですよ、もう本当に大したことないんですけど、うん、一番上の方のクラスにいる人たちは教室に40人かいて、うん、20人くらい理さんに受かるんです。そうです。でそこに行ってまずその一番下のクラスにいるんですけど、まあ自習室とかにいろんなその開成とか麻布とか筑駒とか、うん、大阪校もあるんで灘とか全部ランキングがこう一本一本紙に出て、まあ天王寺、灘、開成、筑駒、大院、久留米大附設とか、はい、全国にあるエナの猛者たちが全部毎週毎週テストでランキング出されるんですけど、でそこでまずチューターも理さん、受けてる人たちも理さん志望なんで、そこでとりあえず人間関係を作ろうと思って、なるほど、そうチューターさんと仲良くなり、で一校目の浪人してる先輩と、俺高3から行ったんでとかと仲良くなって、理さんってどうすかねみたいな、ほうほうほう、っていうのを下手にこう聞きまくって、うん、理さんに受かるためにどうすればいいのかを全部仕入れて、でそうしたら、まあ、そこにたちすごいまで優しいんで、はいはい、教えてくれるんですよね、いろいろ、うん、で勉強も教えてくれるし、だからそこの環境を取りに行ったのが一つでかかったですかね。ああ、そんなことがあったんですね。そうです。だから多分志望学にいても、まあ、結構厳しいんですよ、うん、要するに、まあ、ガーンと成績伸びて、結局高2の頭ぐらいから始めて、高3の5月の最初の全国判定ですね、はい、寸大ので、全国50何位とかなったんですよ。すごい。そう、まあけど全国判定なんでレベル簡単なんですけど、はいはい、それでも確か50何位とか取って、理算師範ぐらいまで行ったんですよね。お、すごい。そうなんですよ。だからそこが効率的だったかなとは思いますけど、なるほど、まあその何をやるかをまず調べて、多くの人が行ってる塾に乗り込んで、全然下のクラスなのに一番上のクラスとかの人に話しかけて、こんにちはみたいな。へー。そうで、浪人生もいっぱいいるんで、改正卒とかの先輩と本当にマブで可愛がってもらって、はあ、でもなんか社会人みたいなことやったんですよね。すごい。いや最近行動力お化けってよく言われるんですけど、いや、なかなかの行動力お化けだったね。いやー、まあけどそれしかないんですよ、道がね、結局。すごいな。例えば筑駒とか自分が海星にいたら、うん、まあ、理さんに行けるレベルの人がわしゃわしゃいるんで、志望学それちょっと厳しいなってなって、やっぱリーチリーレベルはまあ普通にいますけど、理さんってのはちょっと別格かなと思って、そこに行きましたね。なるほど。そして受験はどうなったんですか、それで。1年目は、まあ、理さんなんか全然、うん、届かなくて、はい、落ちて、あ、受けはしたんですね。理さん受けました、理さん受けました。理さん受けて、私立は何個か受けたかな、慶応は受けたかな、はいはい、そう、けど、理さん以外全然興味なかったんで、で、理さん落ちて、もう陽気に浪人ですよね。陽気に浪人じゃあ来たーみたいな、もう一回理さん行くっしょみたいな、はいはいはい、エナも浪人の時、寸大一大とエナの、ああ、両方行ってたダブル塾、うんうん、で、浪人スタートするんですけど、最初寸大授業で隣に座った甥の子がマジ可愛くて、そこで僕の受験生活は終わりました。中山蓮人。そうですね。誰にも言えないです。まあすごい優秀で綺麗な子で、はい、イカしかね、最終的に、あ、はい、一浪で行ったんですけど、うんうん、まあ帰国子女で、うん、東大英語で120点中114点とか、とんだバケモン、バケモンみたいに英語できるんですよ。帰国子女で応援入ってるのに鉄力会に6年間行くっていうチートな、いやいやこれどうなってるみたいな、元々ネイティブなのに、うんうん、そっから受験英語詰まっちゃってるんで、すげえ。しかもその英会話的なものも普段からやってるっていう話で、うん、めちゃくちゃ強くて、そういうとかにうつつを抜かしたりとか、まあ、それ以外のこともいろいろ元気にそうですね、はい、19歳を満喫していたら、はい、ちょっと理さんは無理かなみたいな。なるほど、なるほど。やっぱり僕は理さんの器ではなかったということになり、まあ芝居かな。
ていう、まあ、その子は医科歯科だったんで、はいはい、まあ、理3医科歯科千葉なんですよ結局、はい、駿台市街の SA っていう一番上のクラスがいたんですけど、はい、SA だとそのエリアに行くんで、うん、まあ、兄弟とかあんまりなくて、まあ、上の2、30人がまあ理3、うん、で一クラス100何十人いるんですけど、はい、後ろの方から医科歯科千葉横市みたいな感じでつながっていくんですね、はいはいはい、まあ、横市だと1個下の SB ってクラスでも受かるかなぐらいの、うん、横市筑波ら辺が SB からになるっていう感じだったんですけど、まあ、その順当に彼女は医科歯科行くし、そこでライバルになっちゃうのもちょっとあれだったんで、はい、千葉、まあ、地元千葉だし、うん、って感じで、まあ、千葉は余裕でしたね余裕だった千葉はさすがに余裕でしたね、はい、だからまあ高3の時にグワッと上がってるんで、うん、開示の点数が確か24点ぐらいに残高かったんですよ。ああ、なるほど、はい、だからまあ臨時で一応はるかに超えてて、確か270点、300点取らなきゃいけないところ2時で270ぐらい取れてたんですよね。へえ、はいはいはい、まあだからもうその時点で多分千葉のラインははるかにまあちょっと超えてるとは思うんですよね、うん、多分千葉東大換算で言ったら多分240ぐらい取れれば、まあ、リーチリニとちょっとはるか、うん、問題によってはちょっと上になるかぐらいだと思うんですよね、うんうん、なんでそっからまあギリセーフみたいな。なるほど、貯金使ったって感じですね。そういう受験だったんですね。そうですね、千葉大後期ってずっとみんな言ってるんですけど、もう前期ですよ。前期ですよね、はい、だからやっぱ間違った情報が本当に広がってるんで。あ、そうですね、僕前期です、はい、一応の時はリサ受けてないです、ね、はいはいはい、はい、よかった、これでちゃんとした情報が。マジで予備高校士の学歴とか嘘がめちゃめちゃ流れてる。ああ、そうなんですね。全然違うのがもうめちゃくちゃ流れてて、はい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 、歴史そういうもんだなって思って。あ、そうですよね、はい、なんかあのみんな都合のいいように解釈しますからね。だからこれカットだけど、まあ、自分のチャンネルだからいいか。例えば東大であるとか全く違うのに東大なんだギャップやばくない？だって慶応じゃないですもんね。慶応だわ俺はちゃんと慶応も東大もちゃんと取っといてありますから。いやいや、けどね、全然偽装ぐらいするでしょ。しないよ俺しない、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 本当かな、慶応と東大の人がこんなに意味不明だったキチガイって言われてるそうです、そうです。だからまあ貯金やっぱ作れたのがでかかったですね、うん、そう、環境を、まあ、渋幕でも素晴らしい、今の渋幕はまたちょっと違うんだと思うんですけど、環境をより良いところを求めに探しに行ったっていうのは、うん、めっちゃ良かったですね。なるほど、確かにそれはすごいですね。いや、これはすごい行動力っていうので多分こう勇気づけられた人たちいると思うんで。そうですね、だからやっぱり最初に手を動かす前に調べるっていう、うん、まあその渋幕で自重自行って言いますけど、はいはい、ね、やっぱりその調べるフェーズをすっ飛ばすと、うん、ものすごい効率が悪くなるんですよね。なるほど、だから調べないで動いちゃうのは良くないし、そう、調べてる情報自体にそのエビデンスというか、うん、オーソリティがあるのかっていうのをよく考えないといけないかなっていう。いや、これはいい、素晴らしい、うん、さすが、今日も名言いっぱい残しましたんで、まあね、ぜひ、はい、大東文化大学の森哲君にはなんで、めっちゃ下がったとかも言いづらい慶応じゃないらしいですからね慶応ってのは嘘その図形式の写真とか出してるのにあれ偽装してたらやばいな。いやいやいや、今の技術じゃ余裕でしょ森達の編集技術はいけるでしょなるほどね、いろんなところに火を投下していくいやいや、まあね、だって本当に気を取るとしたらね、こんなに稚拙なあの行動取らない、普通に考えてねさあ、だってね、また進めようっつってということでですね、はい、今回は細井先生の受験期どうなったのかって、あ、そう、参考になったと思いますけど、横の女の子にうつつを抜かすとかそこは見習わないでくださいね。そうですよ、それはダメですからね、ちゃんと勉強してくださいね。ということでした。はい、そう先生、おめでとうございました。ありがとうございました。